さあやっていきましょう。ここ飛雲シティ、今日は飛雲ジムに挑んでいきたいと思います。担当直入にお伝えしなくちゃいけないことがあります。いいお知らせと悪い知らせがあるんですけど、先に悪い知らせの方から。ポルシェが枯れました。まあ、2匹目に仲間になったヒマナッツなんですけど、現実でね発芽したんですが、なんと枯れてしまいました。おそらく原因としてはですね、まあ、梅雨、全然晴れてなかったんですね。ここ数日日光をね浴びれなかったっていうのもでかいんじゃないかなと。この双葉のね一番弱い状態で日光を浴びれなかったっていうのはだいぶ痛手だったのかなと。いや、ポルシェがいなかったらここ飛雲シティまで来ることはできなかったと思うので、もうこれはねポルシェを褒めたたえたい。ここまでよく頑張ってくれた、よくここまで俺たちを連れてきてくれた、今までありがとう。絶対にこのシワリ完遂してみせるからな。うお、皮肉にも太陽が差してやがる。ポルシェ、今までありがとう。天から俺たちのことを見守っていてくれ。ワインが発芽しました。この前ですねやられたワインがもう発芽しました。ニョキッとたくましい双葉を。いいお知らせとね悪い知らせが同時に来たんですけど、ワインが発芽したので、ワインは再び戦闘で使えるようになります。よくぞ戻ってきてくれた。すごい技構成だ。草笛、威張る、メロメロ、宿り木の種。まあ今出会いがあれば別れもあるということで、ワインが手持ちに加わりました。ワインの発芽お祝いでヒマナッツルーレットを回すことができます。ヒマナッツルーレットオン。さあ何が来る。ジェフ、ジェフ、新規ヒマナッツジェフです。いた。能天気な性格。はあ、影分身覚えてる。これキッスの子供だなジェフ。勝てるぞマジで。能天気なジェフが仲間になりました。攻撃技はなくない、大丈夫、覚えるから、レベルを上げるから。わんぱく、寂しがり、控えめ、頑張り屋、おっとり、穏やか、せっかち、真面目、おとなしい、照れ屋、素直。おっ、能天気バレンタインだ。ポルシェと同じ品種だ。すげえ、バレンタインだ。もしジェフがやられてしまった場合、ポルシェと同じバレンタインという品種のひまわりの種をまくことになります。ポルシェが輪廻転生した。託されたなポルシェに。というわけでこの3匹ひまわん、ワイン、ジェフでジムの攻略を行っていきたいと思います。さあ行きましょう。ポケットモンスターひまナッツ第5夜飛雲ジム編、今日は何か起こるかもしれませんね。少年ジャンプみたいだな。確かにこの縛り草タイプが一番きついよね。そうなんだよね、俺も本当によく思う。炎タイプでも飛行タイプでもない、本当にきついのは草。例えばヒマワン、チョロ、猫の爪痕はどうなったんでしょうか。ね、全然大丈夫今。おい、マジかよ、マジかよ。なんでこいつこんな5回連続当たったを3回連続で出してきた。15回連続で当たったんだけど。これちょっと聞いてみたいのですが、タブンネとか木の実持ちのポケモンを捕まえて木の実をもらうのはダメなんですかね。まあ、めちゃくちゃ追い込まれたらやるかもしれませんね。ルール的には問題はないです。ただ今のところやらないですね。途中で追い込まれたらやる可能性はある。俺の実をめっちゃゲットするためにタブンネ乱獲しまくってたら、あ、マサさんは今ギリギリなんだって思ってください。ロケット弾がニアース型の気球でさ、ポンプとかでポケモンを一気に吸い上げて一気にポケモンをさ誘拐しようとするのと同じぐらい。あ、マサさん今ロケット弾になってんだ。その時だけロケット弾の BGM 流そうかな。テッテレレーテレッテ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 レレーテテレレレレーってやつ。ここの草むらにいる多分にはいただいていくにゃ。なんかさ、この縦と横にさ人が走ってるこの映像あれじゃない、赤ずきんちゃちゃちゃのオープニングみたいじゃない。狼なのよ慎みなさい。あ、アリス SOS だ。てかよく通じたね今。赤ずきんちゃちゃちゃと何にも被ってないのになんでアリス SOS だって分かったの。なんでこんな通じるの。だってノーヒントにもノーヒントにも等しいのに。今日もまた誰か乙女のピンチ。あ、揺れた。いてジェフがのお天気、ヒマワン頑張り屋、
ワインは無邪気。ヒマニャンはいないの？ヒマニャンはいない。ヒマニャンのワンは、あ、ヒマニャンのワンってなんだ？ヒマニャンのワン。ヒマワンのワンは一匹目のヒマナッツってことつけたんで。よーし。レベル26になりました。とりあえずこれでジム行ってみるか。ゼロゼロって。見えるか？あの奥に見えるビル群、あの中にジムがある。そこには凶悪な虫たちがいる。でもお前たちなら勝てる。俺はそう信じてるぞ。もしジムに勝ったら赤ワインで一杯やろう。負けたらやばいな。負けたらやばい。さあ行くぞ。待ってろ悲運ジム。天国のポルシェに勝利を捧げる。ケーキ漬けにアイス買います。そうか、今日火曜日か。でジムに勝ったらアイスで乾杯しよう。ポルシェの墓に捧げよう。よーし、より強固になるためのアイテムを手に入れたぞ。ひまわりになったら使い切れない。今のお前にしか使えないアイテムだ。最悪技ここで全部嫌切りに変えちゃってもいいかもしれん。いや、吹き寄せまで忘れられないけど、でもよく考えてみてくれ。勝ったらヒマナッツ追加できるんだから。いや、これ全員に嫌切り覚えさせよう。知らん。ここか。準備はできてるかお前ら。行くぞ。ん、チュルン。やあマサ、たった今ジムリーダーのアーティーさんに挑んだところさ。さすがジムリーダーだね。ジムバッジを入手するのにちょっと手こずっちゃったけれど、まあ僕にかかれば虫タイプも問題なしだね。このまま一緒地方のジムリーダー全員に勝利し、そしてポケモンリーグに向かいチャンピオンを超える。そうすれば誰もが僕を強いトレーナーとして認めてくれる。それでこそ僕は生きていると実感できるはず。ガーデニングした方がいいよ。何？うお、君矢車の森でプラズマ団と戦ってくれた。確か名前はマサ君。ひょっとしてジムにチャレンジ？ああ、申し訳ないけど、ちょいと待ってくれるかな。連絡があってさ、プラズマ弾が出たらしいんだ。というか、君も来てよ。プライムピアって、波止場に行くからさ。何？こっちこっち。プラズマ弾、この子のポケモンを奪ったって。マサどうしよう。私の分のプラズマ弾に取られちゃった。私ね、お姉ちゃんの悲鳴を聞いて、必死に追いかけたんだよ。でもこの町大きいし、人ばかりで見失っちゃったの。アイリス、君はできることをしたんだから。でもダメだもん。人のポケモンを取っちゃダメなんだもん。ポケモンと人は一緒にいるのが素敵なんだもん。お互いないものを出し合って支え合うのが一番だもん。アイリスちゃん、うん、だから僕たちがポケモンを取り返すね、マサ君。とはいえこのヒューンシティで人探し、ポケモン探しだなんて、まさに雲をつかむ話。何？なんでジムリーダーがいるの？せっかくうまくいったからもう一匹奪おうとしたのに。って逃げなきゃだわ。マサ君行くよ。アイリス、君はその子のそばにいて。私、ベルお姉ちゃんのボディーガードをしてる。だからお姉ちゃんは、お姉ちゃんじゃねえ、お兄ちゃんは悪いやつを追いかけて。はい。あ、やべえ、え、どこだ。やばい、見失った。アイリスちゃんごめん、ダメそう。アイリスちゃんごめん、ダメそう。俺がボディーガード変わるから。あ、ダメそう。アイリスちゃん見失った完全に。ごめん、どっか行っちゃったわ。いた、あっち。んー、ジムの方向だな。お前のうちにジムに入ってバッジを盗もう。名案だな。ヒマナッツ俺の代わりに行ってくれ。で俺が今のうちにジムに忍び込んで取るから、ペリペリって。で代わりになんか、あの、俺の作った缶バッジかなんか置いとくジムに。いない、いない、この中に仲間とか七賢人様いない。嘘だと思うなら俺と勝負してみるか。あ、俺がやることになんだこれ。え、ちょっと待って、戦闘ワインだよな。まあワインなら大丈夫か。くっそー、俺はこっちの弱そうなやつを相手にするから。
お前らまとめてあっちの強そうなやつに向かえ。まずいまずい、まとめてきちゃうよ敵が俺の方に。というわけでマサ君、そっちの相手はお任せするよ。ギョイン、あ、メグロコだ。これはいいね。やべ、草技ないんだった。あー、よかった。でも取っといて、ヒマワンにちょっと葉っぱ買った、積んどいてよかった。まずい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 、うん、プラズマ弾としてまずい、縮めてプラズマずい。とりあえず七賢人様に報告しないと。よーし、今度は私も戦う。さ、ベルお姉ちゃんも、ちょっとマサも来て。ちょっと待ってて、すぐ行くから、すぐ行くから先に始めといて。全然先に飲んでていいから。これはこれはジムリーダーのアーティーさん。プラズマ弾って人が持っているものが欲しくなると取っちゃう人たち。ポケモンジムの眼前に隠れ家を用意するのも面白いと思いましたが、意外に早くバレましたな。確かに、まあ私たちの素晴らしきアジトはすでにありますからね。さて、あなた方、一種建国の伝説はご存知ですか？知ってるよ、黒いドラゴンポケモンでしょ。そう、多くの民が争っていた世界をどうしたらまとめられるか、その理想を追求した英雄のもとに現れ、知識を授け、歯向かう存在には牙を向いた黒いドラゴンポケモン。英雄とポケモンのその力がみんなの心を一つにして一種を作り上げたのです。今一度英雄とポケモンをこの一種によみがえらせ、人心を掌握すれば、いともたやすく私の、いや、プラズマ弾の望む世界にできるのです。この悲運にはたくさんの人がいるよ。それぞれの考え方、ライフスタイル、ほんとバラバラ。正直何を言ってるのかわからないこともあるんだよね。だけどみんなに共通点があってね、ポケモンを大事にしているよ。初めて出会う人ともポケモンを通じて会話をする、勝負をしたり交換したりね。唐草の演説だっけ、ポケモンとの付き合い方を見直すきっかけをくれて感謝しているんだよ。そして誓ったね、もっともっとポケモンと真剣に向き合おうってね。あなたたちのやっていることはこのようにポケモンと人の結びつきを強めるんじゃないの。つかみどころがないようで存外切れ者でしたか。私は頭のいい人間が大好きでしてね、王のため世界各国から周りの種を集め、いや、知識人を集め、七賢人を名乗っているほどです。よろしい、ここはあなたの意見に免じ引き上げましょう。そこの娘、ポケモンは返してやろう。ほら、夢の煙を出せ。ありがとう。ムンちゃん、おかえり。お姉ちゃん、こいつら人の大事なポケモンを取っちゃった悪者なんだよ。でも、ムンナが無事で嬉しくて。これは麗しい、ポケモンと人の友情。ですが私は、ポケモンを愚かな人間から自由にするため、一種の伝説を再現し、人心を掌握しますよ。では、ごきげんよう。どうして悪いやつを見逃しちゃったの？だって奪われたポケモンにもしものことがあれば、僕たちはどうすればいいのさ。大丈夫だよ、アイルシちゃん、ありがとう。みんな怪我なかったし、何より大事なポケモンとこうやってまた会えたんだもん。そっか、だったらいいんだけど。で、みんなはこれからどうするのさ。私はヒュンシティをいろいろ見て回りたいけど。大丈夫、私がベルお姉ちゃんのボディーガードを続けるから。アイリスちゃん、いいね。アイリスはとびっきりのポケモントレーナーだけど、この街は苦手みたいだし。それにほら、人もポケモンも助け合い助け合い。あとお兄ちゃん、ポケモン探してくれてありがとう、これあげる。やちのみだ、うわー、これは激アツだ。まずはやちのみを木の実ポケットにしまった。もうこれ大切なものポケットにしまっとけって、落としちゃったらどうすんだよ。じゃあねー、ちょっとじゃ、マサ君、僕はジムで待っているよ。
なんか落ちてるぞ。拾え拾え。煙玉。食べて寝る暇。そういう機能じゃないんだよ。さあ、じゃあジムさん行きましょうか。行くぞ。うわ、べちゃべちゃだ。これヒマナッツもべちゃーってなってんだろうな。ヒマナッツもこの蜂蜜の塊みたいのをグニューンって通ってきてんでしょうね。あとここは通れないと。ということは戦闘必須か。行くぞ。今日は火曜日、勝ってみんなでヒュンアイスを食べよう。ヒュンジムで繰り広げられるのはまるで芸術のように美しい戦いなのさ。見せてやろう、芸術的なバトルってやつをな。ヒマン頼む、ぶった切ってくれ。ヒマワン頼む、ぶった切れ。よーし、宿り木の種頼む。追い打ち、これは耐えるんじゃない。よし、ナイスナイスナイス。これでかい、これでかい。え、本当に威張ってたら終わってたわ。眠らせられれば最高。よしよしよし。なんかヒマワンをこいつ侮ってるわ。侮るとこうなるんだぜ。おーい、おーい、起きてくださーい。おーい、こっちが寝てるからって侮っちゃいけないぜ。ウサギとカメという動画を知ってるかい。昼寝していたウサギはひどい目にあっただろう。だがあれはあくまで童話。ひどい目に遭うのはお前だ。よくやったヒマワン。あぶねえ、ジムトレーナーでこれか。帰るぞ。昼寝が理解できなくて守るで様子を見てきた。これはなんだ、何か大技のためなんじゃないか。じゃなかったらバトル中にいきなり寝るなんてことはありえない。ヒマワン絶対各パートごとに昼寝をするな。ファンサービスだな多分な。ウサギとカメの例え話いる？まあ、いるかいらないかで言われたらいらないという意見の方がね多数派かもしれませんね。いやー怖いねー。それにしても怖いジムだね。毎回毎回蜂蜜でベッタベタになんないといけないんだ。いくぞ、グニュン。もしかして寝ても勝てる暇、やばい成功体験を与えてしまったかもしれん。スイッチを踏んだら飛び出すのはミーでした。さあというわけでミーと勝負してくれよ。なんだお前、ニャンチューみたいな一人称しやがって。ニャンニャンニャン。最悪だ、クルミルだ。またでもクルミルは虫食いとか物理技を使ってくるから威張るをしちゃいけないっていうのは分かった。さっきも思ったけどマサさんニャンチュー似すぎ。ちょっと待って、俺さっきはモノマネしてないんだけど。あれ、ニャンチューのモノマネ今日初披露だったはずなんだけど。ロックブラストか。いや複数回技やだな。きついきついきつい。オッケーオッケーオッケー。いいぞ暇、今なら昼寝しても大丈夫だ。ごめん嘘、絶対昼寝しないでほしい。早々にバトルを切り上げてほしい。いけ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 。隠れていると勝負の勘が鈍るんだよ。だからうちの暇なったちは地表に顔を出すのかもしれないな。レベル15の相手に前線。あいた、え、あ、押し続けないといけないのかこれ。もう二度と取れないのかと思ったわ。え、だからこのスイッチを踏んでもミーが飛び出すだけだぞ。本当だよな、そのジムで急にさ、急におしっこ行きたくなった時とかどうすんだろうね。あーやばい、蜜があるせいで行けないよ。これダミーだ、絶対取れないるわ。あそこで、このスイッチ押せば、えっ、スイッチに隠れてないんだ。どうだい、このポケモンジム、なんというかちょっとありえない。怪しげな魅力たっぷりだろ。最後まで蜜たっぷりだ。おとなしく寝ててくれよ。違うぞヒマワン、ヒマワン誤解すんだよ。おい、おとなしく寝ててくれよ。絶対今ヒマワンに言ってないからな俺。クルミルが来たクルミルが来たジェフ、腹くくんないといけないかもしれんこれ。いや切れた、暇なるべく削ってくれ、頼む、なるべく削ってくれジェフを。俺まだ埋めたくない。
うわなんかすごい糸を吐いてくれてる。うわ糸を吐くは嫌だな。絶対糸を吐くなんてしないでほしいな。もう二度と糸を吐くはしないでほしい。どこほもう糸を吐くはゴリゴリだよ。死ね死ねクルミルのやつ俺が糸を吐くを嫌がってると思ってうわぁ糸を吐くをするのはやめてくれ。ひー糸がベタベタするよ。バカなクルミルめ。もう二度と糸を、あ、いて。よーし勝ったぞ。よくわかんないけど勝ったぞ。よーし勝つぞ。マジで一発で勝つぞ。